エフ・コンスタンティ・ノビチ・クニッペルは、ソ連の作曲家。ソビエト人民委員会附属国家政治局の、官庁でもあった。一般に、ロシア民謡と言われる、ポールシカ・ポーレは、クニッペルの作である。ドイツ系、ユダヤ系の演劇人の家系に生まれる。おばは、女優で、チェーホフ夫人のオリガ・クニッペルである。ナチスの協力者として知られる実施、オがチェーホバも女優であり、一時期、 シェーホフのオイ・ミハイルと結婚していた。ロシア内戦の間は白軍に加わり、ピョートル・ブラーンゲリ男爵のロシア軍の残存兵力と共に1920年にロシアを出国。1922年に帰国すると間もなく GPU 外務部門に挑発される。抑圧の時代にクニッペルが同僚の作曲家や 音楽家を告発したという証拠があるわけではない。モスクワでレーンゴリト・グリエールとニコライ・ジリアーエフに作曲を学び、グネーシンを音楽学校にてエレーナ・グネーシナにも指示。ドイツ時代にもフライブルクでユリウス・バイスマンにベルリンでフィリップ・ヤルナハに指示した。1920年代にはモスクワ芸術劇場においてブラディーミル・ダンケンコや コンスタンチン・スタニスラフスキーと共同作業に入る。クニッペルは多作家であり、5つの歌劇や20の公共曲のほか、バレエ音楽、ピアノ曲、映画音楽を残している。中央アジア諸国や北カフカスの民族音楽を研究し、トルクメンやキルギス、タジクの民謡を編曲した。ドイツ留学を経て書かれた初期作品は、バルトークやヒンデミットの影響を受けていたが、 スターリンが政権を取ると伝統回帰の姿勢を明らかにした。クリメント・ボロシーロフに検定された公共曲第4番コムソモールの歌はビクトル・グーセフの歌詞で有名なポールシカ・ポーレが含まれている。この合唱曲は赤軍合唱団によって愛称され世界的に広められた。この作品は社会主義リアリズム芸術の一例としても名高い。百四十八年に アンドレイ・ジダーノフとフレンニコフによる形式主義批判に遭遇している。ロストロポービチに検定された1971年のチェロと打楽器室内オーケストラのための競争的支局は初期のモダニズムを解雇している。ありがとうございます。